後ろからもう一度作る山田、裏を狙ったアルバロ、シュート、なんとかかき押し込んだ、同点ゴールはフェリペ・アウベス、山形追いつきました。いや素晴らしかったですね、セカンドボールの反応早かったですね、最後押し込んだのはフェリペ・アウベス、囲いが一瞬こうセーブできたかと思われましたが、ここもう一度見てみましょう、山田からのボールで、まあ、こういやらしいところにボールが転がりましたね、はい、ボールを流し込んで、このセカンドボールへの反応っていうもの、やっぱストライカーって感じですかね、まあ、ここでしっかり反応してましたね、そうですね、集中していました、このフェリペ・アウベス、素晴らしい反応を見せました。